モルディビアン航空は、モルディブ、マレを拠点とする、アイランドアビエーション、サービス社の航空部門であり、モルディブのフラッグキャリア、離島間サービスだけでなく、国際線も運航している。ハブ空港は、ベランナ国際空港。2009年4月23日、政府は、アイランドアビエーション、サービス株式会社を、大統領令により設立した。株式は、 モルディブ政府が100%を保有していた。この航空会社は、航空会社は、デハビランドカナダ DHC-8 とドルニエ2 2 8の2種類の航空機を国内線で使用して事業を開始した。2008年1月26日に、インドティルバナンタプラムへの定期便で国際線の運航を開始した。2008年8月25日、 アイランド航空サービスの航空会社部門はモルディビアン航空に変更された。2019年7月時点でのモルディビアン航空の就航地は以下の通り。ただしコードシェア便による就航路線は含まない。自社国際路線を開設しているモルディブ国内の空港はベラナ国際空港、ガン国際空港である。2019年7月時点で モルディビアン航空が保有する航空機は以下の通り尾翼にイルカが描かれているモルディビアン航空機最初の機体デザインは2匹のイルカと2匹のマグロが描かれた波模様であったロゴは尾翼の中央に配置された現在はデザインが変更され無地の胴体への波模様の配置そして2匹のイルカが尾翼から飛び出すように描かれた青い波模様の追加が行われた ロゴにイルカが選ばれたのは、イルカがモルディブの海でよく見かけられる動物であり、その親しみやすさが会社の理念と一致していたからである。2019年7月現在、アイランドアビエーションサービス社はモルディブのすべての商用空港で次の業務を提供している。アイランドアビエーションサービス社はモルディブで3つのラウンジを運営している。マレのムーニーママラウンジとハニマールと 奈良ューにある、カシマーラウンジである。ありがとうございます。